地で弓を引き、放たれた矢は時速200キロ以上、数十メートル先の的を射るパラアーチェリー。倉敷市役所を訪れたのは、倉敷市玉島支所の職員で、パラアーチェリーの大江優也選手です。大江選手は高校時代、倉敷商業の野球部でレギュラーとして活躍。その後、20代で3回脳出血を発症し、右半身に麻痺が残りました。28歳の時にパラアーチェリーと巡り合い、厳しい練習を乗り越えた結果、今年度は初めて日本代表入りし、全国大会でも2度優勝しています。伊藤市長は、市の職員と日本代表の両立をしながら素晴らしい活躍で、パリパラリンピックに向けて頑張ってほしいと激励しました。大江選手は、世界のレベルを肌で感じて、次につながるいい経験となったと1年の活動を振り返り、新年度への決意を新たにしていました。パリパラリンピックは、枠取りの大会に出れるところまで来ました。で、その中で何としても出るんだ、出場するんだという強い気持ち で皆様の応援をいいプレッシャーに変えながら、私自身頑張っていきたいなと思っています。大江選手はパリパラリンピックへの出場権をかけて、今年7月にチェコで行われる世界選手権に出場します。